Z さんのね、カラーオイルになりますね。はい、こんにちは、石原スポーツです。皆さんお元気ですか。以前もあの動画で出したんですけど、質問が多いので、今日こちらですね。はい、カラーオイル、こちらは黒ですけどね、これの使い方ですね、ちょっとやってみたいと思いますね。どうぞ。はい、じゃあこの辺白いですからね、ポケットこの辺やってみましょうかね。今日使っていくのは Z さんのね、カラーオイルになりますね。ちょっとつけて浸透させます。一通り塗ったらしっかり拭き上げますね。はい、どうですか。先ほどと比べて色ね、戻ってきましたよね。この辺の色と比較すると、はい、この辺とね、この辺分かりますよね。カラーオイルこんな感じですけど、ペターッと着色されるわけではないですが、ほんのりね、色が戻ってきますね。はい、どうでしたか。元の色に戻るわけではないですけれども、色落ちが気になる方はたまに使ってあげるといいかと思いますね。塗りすぎには注意してください。はい、それでは皆さん、さようなら。